鉄、平石鉄平石は、長野県の諏訪地方、佐久地方に広く分布する、奇跡安山岩の板状節理が、よく発達したもの。およそ2500万年前の火山活動によって、形成されていると推測されている。板状に剥がれやすい性質を持ち、2から3センチメートル内外の厚さに剥離された、鉄平石は、建築用の内装外創用石材として広く、 利用されている。出現は1884年頃とされる。江戸時代後期から明治時代にかけては特に諏訪地方において主として民家の屋根材として利用されていた。重い鉄平石は運搬や建築に労働力がかかるため屋根に鉄平石を用いることは一種のステータスとされた。富裕層以外の家庭でも蔵の屋根にのみ鉄平石が 用いられるということも多かった。諏訪地方で鉄平石の屋根が普及したのは、鉄平石が諏訪地方特有の強風でも飛ばされず、また河原よりも寒さや積雪に強いといった理由が挙げられる。一方で運搬が困難であることから、諏訪地方の外まで鉄平石の文化が広まることは少なかった。内外総用石材としての形状は、ランダムな形の乱形。 棒状に加工したコバ、紙片を加工した方形等に大きく分類される。色合いはグレーを基調とするが、時折、小豆色の模様を有する石面も採掘される。結晶片岩が薄く割れたものも、鉄壁石として扱われることがある。ありがとうございます。